えっと、今朝方なんですけども、アップルの新製品が発表されたと。出ましたね。出ました。私も来てましたよ。安田さんも見ておられましたも僕、すみません、生ないですけど。あれね、えっと、WWDC っていうアップルの開発者会議なんですけども、毎年、この開発者会議の中でですね、新製品が発表されるんですけども、今回、割と大型の新製品発表とみられ言われていると思いますが、 アップルビジョンプロという AR ゴーグルが発表されました。出ました、ようやくえ。ようやくもう長いことね、出る出ると言われる,、あのー、出る、出なかったんですけども、ようやく発表されて、で発売がもう来年、来年だ来年ですよね、でもまだね。ね<え>しかも米国で来年ですよね。そう,ですそうです、来年初頭ですね。その後順次ということなんで、うん、日本で手に入るのいつかなと。うんね ちょっとわからないところはありますけども、まあ、いずれにしてもびっくりするようなものです。で、見た目はですね、うん、このオキアスクエストプロにそっ割とそっくりなんですね。これね形ですね,、うん、ね。なんかすごい、ここの前の部分ね。うん、<形>す,すごくよく似てますよね。松田先生、ご存知ですか、うん、のああ,のあ、今のニュースは、A 地方の Y さんから送ってきたから。ああ、そうですか。うん。 こんな感じですよ。確かに、形似てますよね、この八の字。こ、ここの部分ね。後ろがもっとごついんですね。でも、宣伝見る限り、それよりもっと格好がいいように思ったけどね。ああ、そうですか。まあ、同じような感じかなか、ここの部分が丸くなって、目が、あの、今、ここにあの目が出るんですね。うんうん。その中がずっと。多分ね、特殊なディスプレイが入っていて。デレイですよね。ええ。あの、 3D ディスプレイだと思うんですよ。うん、3D ディスプレイでこっちから見たんと、こっちから見たんとこっちから見たんとこっちから見たんとで、何段階かに切り替えれると見たいものだと思うんですね。うんうん、多分8段階ぐらいのこの方向だと思いますけども。うんうん、こっちから見たら、こうよ、よっから見た目が表示されてて、正面から見たら正面から見た目が表示されてて。ええ<ー>そうやっていんですか。で、だから、 多分ね、この割と表面に近いところにディスプレイがこう、うん、貼り付けられてるんだけども、うん、この目が映る場所はだいぶ奥の方に見えるように。うん、あ,あれ、目,目が、透明じゃなくて目が映って見えてるの。あれ、ディスプレイっぽいですよね。あれ、そう、ゴーグルをつ、透明のゴーグルつけてるかのように見える感じにしてるんじゃないですか、ねうん。そうか、そうか、もし透明だったらね。 ね、あの、まあ、不便なこともありますよね。つまり、見るものと向こうが重なって見えると。あ<ー>あで。それはどうなんです、えー、重なるんですかそれとも、重なるんですけども、ね、そこ、そこポイントで、ホロレンズね。うん。あの、ホロレンズっていう AR ゴーグルあるんですけども、うん、それは、実空間は実物を見るんです。うん。スルーですね。にねうに、ん。うん、これ、ほら、透けて見えてるでしょうん。うん、で、これに、上にですね、 こ,こ、こ,こ、こっち側に、うんうん、こっち側にパネルがあって、うん、こう、なんか何回か、ハーフミラーを介して、向こうも見えるし、うん、こう上側のパネルも見えるしっていう形で、うん、ディスプレイ映像と実世界と、こう、うん、重ねて見せるのが、こっちのタイプです。光学指数っていうんですね。うん、で、だけど、こっちはそうじゃなくて、うん、こっちはそうじゃなくて、うん、こ,れかこんな感じで、うん こっちはもう外側は何もないです。カメラが。うんうん、カメラの映像をコンピューターで取り込んで、うん、カメラ映像を中で出すと。ビ、うん、デオシースルーっていうふうに言って、目の前の風景がこの中で見えるんだけども、それはリアルの光が入っているんじゃなくて、カメラで取り込んだ映像をここにディスプレイとして表示してるというやつなんです。最近カラーパススルーというふうに言いますけどね。うん だから通常は、ですね、こ,こっちは、えー、と VR ゴーグルって言って、VR、このメタバースとか VR を体験するために使われるものなんですけども、ま、最近は外向けのカメラがついていて、この外も見れると、VR ゴーグルですね、だけど、このタイプなのに AR ゴーグルと、うん、いうふうに言って出したっていうのが、今回のすごい大きなポイントだと思います。うんうんうん AR ゴーグルってったら普通こっちだったんですね、実世界の側のは普通に見るっていうの。うんうん、だけど、実世界はこうカメラ越しなのに、えーっとで、こっちの場合は VR がメインと使い方は。うんうん、で、AR はちょっと付け足し的に最近流行ってきたというのが、今回のアップルは AR ゴーグルとして。うん、VR なんていうのはもうちょびっとしか出てきてなかったですね、発表の中でね。ね V VR、うん、あの、バーチャルな空間に入り込むんじゃないと。うん,う,んうん。リアルな空間の中で、その、えっと、リアルとバーチャルがごっちゃになった世界を体験するっていうのがメインだったっていうところがポイントです。うん、だからそこを、私もび,びっくりしたんですけどね。うん、うん、あ,<の>あれの VR と AR の変えられるんですよね。完全に VR にもできるし、AR。 もうどれもできるっていうか、それをなんかこうダイヤルで変えるみたいな感じになってましたね。ああ、そう、そうなんです。多分、うんね。両方ができるっていう。で、ちょっと驚いたのは、ええ、あの、さっきの目が出るっていうのがあったじゃないですか。うん、あれはなんか近くに人が来ると、その人を検知して、目が、目が出て <laughs> で、中にいる人は人が来たら人が見えるようになるらしいですよ。う つまり VR っていつも孤独になるじゃないですか、あれを防いでるだろうなと思って、うんうん、来たらちゃんとこうコミュニケーションが取れるように、うん、というところはアップルらしいユーザーインターフェースかなと思って一番の驚きは、もう AR、AR メインの,この本来 VR ゴーグル、AR をこんなに押してくるとは、でしかもメタバースとか VR、こんだけなんも言わへんとはと。 <laughs> <laughs> そのうう言い方全然してなかったですね。ね<え>空間コンピューティング、ええ、スペーシャルコンピューティングっていう言い方を全面に出してたんで<え>ちょっ、VR とかとは違うって言いたいんでしょうね。ね<え> VR、AR とか、ねあ。あの、先代の写真見ると、なんかコンピューター画面が空中抜かんで出てる、ね。ああ、そうです、そうです。うん、あのパターンはね、結構今のスマートグラスでよくあるパターンで、 うん、iPhone の画面とかね、あるいは映像と、うん、映画とかね、うん、ああいうのをこんなスクリーン、仮想のスクリーン、ここに出してっていう、これ TCM の Next Wear、あ、これエンディアルエアですエンディアルエアって言うんですけどこれスマートガラスになっていて、うんうん、これ線があって、この先 iPhone につけるんですよ。うんうん、で、iPhone につないで、これを見るとですね、えー、っと、うん、iPhone のランチャー画面が見えたり、でここになんかまた一つ、 何かアプリ立ち上げて、うん、ここにもう一つ立ち上げてみたいなことができるんですね。うんうん、このスマートグラスで割と流行ってるやつです。うん、ああいう画面をいくつか置いて、うん、仮想の画面を置いて、それで、えー、仕事するみたいなやつは。問題はそれで解像度どのぐらいあるんですえっとね。片面 4K 相当って書いてましたね。うん、それはすごいね。4K、4K ぐらいの実質的に解像度があ。それはすごいね。僕ね、 あのその機能がね、前々から一番欲しかったわけよ。で<ー>どういうことかって言ったら、コンピューター画面見るときにね、ね今、まあ、こうして座って見るとい,いかんじゃないですか。ね、ところはね、例えば寝転がってね、うん、見ると、えーでまあ。例えば、まあ、極端に言ったら論文とか本を読むのにですね、うん、あの寝転がって読むと、うん、いうことができないかって、いろいろ前工夫したわけよ。ねうん、で、具体的に言ったら、例えば、 前の壁面に液晶プロジェクターで映してね、うんうん、でこっちは寝転がって見るとかいうことやったんだけど、まあなかなかね、うまくないんよ。で、そういうゴーグルをつけてですね、で、ここにこうコンピューター画面が出るんなら、うんど、寝ようが起きようが、どうしようが見えるわけじゃないですか。うん、いやそうですよね、本当に。まあ、で、モニターがこう自分について。 ね、ただね、その時のの、ね、問題点と思ってたの、うん、例えばホローレンズなんかも、それはできるらしいんだけど、解像度が低いのね。だからあの、コンピューター画面って普通、まあね、2000とかあ,あるじゃないですか、まあ、4000っていうのすごいけど、でそれがね出なきゃねあのあ、実質的には仕事にならないと思ってわんですで、まあ、それができることと、<の>なんか、あれを見てたら、なんかこの手でちょっちょっとこうやって。 フリックで。だからマウスの代わりがこの手でできると。えー、昔ね、あのマイノティレポートっていう映画があって、うん、あ,あの時はもっと巨大なやつで、でね、こんなことはトム・クルーでやってたじゃないですか。あれは映画だからお大げさにやるんだと思うんだけど、うん、あんなことやってたらね、たまらんと思うけど、<laughs> 疲れますから、ねまあうんで。こんなことやるのはいいですよね、うんそうそう。だからコントローラーがないんですよね、これね。 もうハンドトラッキングと、あと、視線入力ですよね。って言ってまね。うん、あと、あと音声とねあ。音声と視線のから。ええ、が入力です。主な入力です。みたいな。うん、素晴らしいですよね。すごいね。そこでやる、できるんなら、本当に自然にできそうだと。うん。4K だったら、本当にもう、あれですよね。ホロレンズでじ実物見るのと、ほとんど変わらないんじゃないですかね。どうなんでしょう、塚本先生、その辺。えん。4K はねす、ただね、あの視野角がで出てなかったんですね。 だからちょっとわからないんですけど、やっぱり視野角もいるよね。ええ、まあ 4K はすごいいいと思うんで、解像度高いと思うんですけども、それを100度で見るのか、180度で見るのかで、このデンシティね、解像度ね、レゾリューション、実際の目で見たときのピクセルパーデグリーっていうに 一度ってこんだけ親指なんですけども、手伸ばすここの中に何度ってあるかというので、ちょっと全然違いますね。映像見るのはまあまあ大丈夫なんですけども、その景色とかね、文字読むのがね、この辺にディスプレイ出して、文字が出てくるって言ったときに、ちょっとなかなか見にくい。視野角、確かに僕もわからないなと思ってましたけど、やっぱり出てないんですね、情報として。 で、まあ予想としては130ぐらいはあるんじゃないかなと。130から50ぐらいね。お結構広いじゃん。4K のね、このパネル使った商品っていうのが今まであるんですよ。うん。それでは大体150度ですね。うん、横す、あの、ホリゾンタルで150度あると。縦も100度ぐらいあると。うん、150度っていうのはどんな感じなんですよ、うん、人間の目って何度見えてんです、うん、えっと、230度ぐらいは見えてるみたいなです。あ、こんなに見ゃ 180以上見えてるんですね。え、後ろのに見えてるのあ一応ね。真横に手、両方広げたときに、真正面見て手が見えてますよね。うんうん、何,何かはわかるぐらいは。うん、何かがねで。ちょっと広げた。目の位置の方が前ですから、うん、真横に広げた手の位置っていうので、200度ぐらいはあるんじゃないですか。うん。それのもっち。そういうことか。だから、 90度でここ、ここ手でね、90度作ったらこれぐらいになりますよねうんうん、うん。90は狭く感じますね。かなりね。いやー、だけど今のね、この、このレンズとかは50度ぐらいなんですよ。うん。そのまま半分、これぐらいですね、うん。あれ狭すぎるわ、うん。このレンズはね、あの、見えてるのと重ねられる領域が違うじゃないですか。うん。あれがやっぱりすごくあの違和感がありますけど。うんビ。ビデオシースルの場合は一応同じ領域だけ重ねられるはずですもんね。見えてる、ね。そうですよね。 そうです、視野角がすごい圧倒的に有利だったのと、うん、あと、ホロレンズの場合は、ですね黒い物体表示表、表現できなかったんですね。うん、黒い車とかね、うん、人の顔とか言った時に、髪の毛表現できないんですよ。黒いあのディスプレイで黒を表示してしまうと、そこはシースルーになっちゃって、うん、向こう側が見えちゃう明るい光出す,出すと、明るい方が勝って、まあ、バックが明るかったら見えちゃいますけどね。 それが、えっと、このホルモンエンズのライバルでマジックリープっていうのがあって、うん、マジックリープ2っていう、まあ、機種では、それが黒が表現できるようになってるんです。どうしてるかというと、この見える、この、ここにね、あの、外側に液晶みたいなものを置いて、液晶で透,透過しないんです、この物体の部分だけ。 うん、そうするとねそこだけ黒く実世界が黒くかけて見えるようになってそこにディスプレイでものを表示したら、えー、そ黒い車とかですね表示はできるんだけども輪郭がぼやけるという問題があってねその輪郭部分はなんかどうしてもぼやけるんですこ,のこんなじ目,目から近い部分でこのサイグル部分を作っても、うん、だけどこのビデオシースルーの場合はきっちり。 きっちりできると。もうじじ、現実物体と、あの、仮想物体との、なんか見て区別つきにくいレベルまでいくみたいです。うん、いやだから、非常に今回出たのは、まあ、だから、この、こういうのと似てるんだけども、VR ゴーグルと似てるんだけども、えー、AR メインにしてきたっていうところで、だいぶ違うし、うん、センサーもすごい多いですね。うん カメラも多いし、センサーも多いし、うん、AR に特化した機能がいっぱい入ってるという感じなんで、うんうん、AR の世界がひら開けたというイメージが、うん、ありますね。はいはい、値段も高いですけどね、50万。<laughs> 高いですね。<laughs> 高すぎる5 0 0ドル米国用ね。だからまあ、<laughs> 最初は開発者向けとか、 研究者向けみたいな感じかもしれませんけどね、うん、まあ値段徐々に下げていこうとしてるんじゃないですか、来年には30万になって、えー、再来年には20万切ってみたいな。なりますかね、えっと、コンテンツとかね、立ち上がってくれば下が、まあ、あるいは機能をちょっと絞って、年間バンダスっていうのもありえるかもしれませんけどね、うん、で将来はだからスマホはもうこういうのに置き換わっていくんだみたいな。 ビジョンがその中には入ってるんだと思いますけどね、だから、まあ、変わった商品だけども、無理してでも出す必要があったということだと思いますね。塚本先生、これかぶって、町へ出ますか。ねえ、手に入ったら、出ようと思ってますからね。いやー、これかぶってね、町に出たこともありますよ。そなんですどね。電車はちょっと乗れなかったですけどね。シースルーで、ビデオシースルーでええ。 ホロレンっ問題があってね、この境界領域っていうのを設定するんですね。はいはいはい。この、こっから外に出たら警告が出て止まっちゃうと。その境界領域の設定を外す方法がちょっと分かってなくて。ああ、そうなんですね。あまり勝手に歩けないんですそう、10歩歩ごとに境界領域再設定です、みたいな。なるほど。ここ、和を書くんですよ。こうやって、うって。なるほど。ホロレンズをね、かぶって出てる人は、 まあ何人かいましたけどね。<ー>大阪あたりでも。ああ<ー>、そうですか。はい、見ましたよ。でもう同じようなもんですよね、<ー>ホロレンズかぶってて。ホロレンズがいけるんだったら今のいけるかなって感じですね。やっぱりね、小さくないとちょっとね。うん。なので、水中眼鏡みたいな感じもし、ね、うん、うん、見た目がね。<laughs> こっちはホロレンズですね。うん、これもやっぱ見た目すけ、あーなんか変よね、これ。 見た目はやっぱり機械ですよね。あっちの方がかっこいいかな、これよりかは。でもね、これの方がさ、面積が狭いからね、顔がたくさん出てるから、まだましな気がするけど。だけど、あれでしょ、ディスプレイの目が出て目が映ってるっていう気持ち悪い気がする。ねえ、不気味やね。そうそうそう。まあでも見てみたいですね。 ええ、いや、だけど私はとっても <laughs> 喜んでて、あ、うんま、この私の試合がやってきたみたいなぐらいのいますけどね。ういや、性能はね、絶対良さそうですね、間違いなく、ね。そう。M2 チップが載ってて、さらに、そのビデオとかセンサーの情報処理するチップ、うん、専用チップがついたっていうことなんで。新しいやつみたいですね。ええ。R1 チップ。ップです、ねうん、いや、良さそう。 だからあれでなんかいろいろコンテンツ、アプリ作るのすごい、うん、まあ同じ AR ですけどね、AR のアプリ、コンテンツって今までいっぱいありましたけども、なんかより良いやつができそうな感じがしますね。まあこれで AI アプリケーションを作ればね、本当に、どこ行ってもこう AI さんと、そうそ <laughs> うそう、そうう実現できますかね。そうそう,そう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 、私の今のテーマがあれですよ。 スマートグラス AI って言って言って,て、<ー>スマートグラスをと AI をくっつけるっていうので、ちょっと頑張ろうとしてるところです、うんうん、今。はいはい。提案書、今ちょうどいろいろ書いてる、内容なんですけども、<laughs> <laughs> また、ぜひまあのあ、お金取れたら報告したいと思います。はい。はい